おはようございます。今日は2022年7月の13日朝の7時40分頃です。場所は京都三条通りの鴨川です。今日はここから朝の八坂神社に向かいたいと思います。なんとなく道中の動画を撮ってみたいと思います。
波に下って獅子城を数えてきました。大阪はこの四条通りの祇園方面にありますので、この四条の橋をくぐる前に地上に上がりましょう。鴨川の鴨さんとお別れして、四条駅の入り口にいらっしゃるのが出雲のおくにさんということで、歌舞伎踊りの元祖出雲のおくにいらっしゃいますね。そしてその向かいにあるのが京都南座、歌舞伎の劇場です。新鮮レシピの福水さんに新そば松葉さん、坂神社参道に入ってきました。この突き当たり祇園を抜けていきますと坂神社ですね。
木勢よしふささん、くず切りのお店ですね。黄色の建物が見えてくると祇園の花見法事。2022年8月13日の今日から数えて15日、明日かな、14日ぐらいから今年は祇園祭りが行われます。開始直前星野リゾートさんが始まった施設のようですね。とても素晴らしい。参りました八坂神社さんです。ここ側に渡ると全体像が見えないので、こちらからちょっと眺めましょう。三条大橋から八坂神社まで散歩道でした。